皆さんこんにちは、夜回り先生水谷治です。とうとう今日で10本目の YouTube の放送となります。今日は忘れられた子どもたちを作らない、そのお話をしようと思います。皆さんは児童養護施設というのはご存知ですか？今全国に615箇所ほどあります。まあ目的というのは、まあ、かつては孤児院と言われたんで、そういった方が分かりやすいと思いますが、孤児院という言葉は非常にトゲがある。今は児童養護施設というふうに呼ばれています。もともとは親を失った子どもたち、その子どもたちを家庭の代わりに育てる場所として設置されました。ただ時代の流れの中で、今本当に多く入っている子どもたちは、親が病気、あるいは貧しさの中で子どもを育てることができなくなった。その子どもたちをお預かりしたり、またこの10年20年非常に増えているのは、家庭の中で親から虐待を受けて、その親から切り離して守ってなんとか育てよう、そういう子どもたちが圧倒的に増えています。現在日本全国で約3万人の子どもたちがこの児童養護施設で生きています、生活をしています。この児童養護施設のお話を今日はしていきたいと思っています。実は私の友人が京都の綾部でルンビニ学園という児童養護施設をやっております。もう今から10年ほど前です。児童養護施設の子どもたち、夏休み、学校もない、で施設の中で子どもたちが過ごしている。その子どもたちに何か夢を与えよう。大阪の僕の仲間たちが動き始めました。大阪には結構面白い仲間がたくさんいます。皆さんは赤井秀和という俳優から今タレントをご存知ですか？かつてはなにわのロッキーと言われて、左のジャブがすごかったな、右かな、それは忘れましたが、ボクシングで非常に有名だった男です。その赤井秀和君中心にして、あとこれはご存知でしょう、なにわの二度漬け禁止、串カツだるま、この上山克也、上山会長、彼らがみんな集まってくれて20人ぐらいでルンビニ学園に夏行きました。そして暑かった、子どもたちとサッカー大会、もう汗だらだらになって、その後はルンビニでみんなで子どもたちと一緒にお風呂に入れてもらって洗いっこ、終わった後に実は我々の方からの大事なプレゼントがありました。当然わかりますね、二度漬け禁止の上山会長を連れて行きましたから、串カツだるまの職人さんたちが来てくれて、もう50名ぐらいいたかな、その子どもたちにもう好きなだけ食べてくれ、二度漬け禁止の美味しい美味しい大阪の串カツをプレゼントしました。僕も食べた、美味しかったです。そんな時にある事件が起きた、そのお話をいたします。ちょうど僕と赤井くん、串カツだるま仲間たち 一同がバスから降りてルンビニ園の入り口に入った時に、一人の中学生がスッっと前に出てきたんです。おじさんたち、今日来てくれたんだね、ありがとう。君の名前はケンジだよって言ってました。僕が案内してやるよ。施設の中をずっと案内してもらいました。ケンジの横には本当におとなしいけどおどおどした男の子が一人いました。ケンジ、この子あった、僕の親友、僕の中学の同級生、中学2年、一緒にこの施設にいるんだよ。そんな話をしてました。サッカーをやろう、サッカーの準備をして我々も着替えている時に、一人の女の人が玄関に現れました。その女の人が来たら、ケンジの横にいた男の子がパッと目を輝かすんです。お母さんって走ってった。ケンジも一緒に走って、おばちゃん来てくれたんだね、いいなお前な、母ちゃんに甘えていっぱい楽しい思いしてこいよ、2週間家帰れるんだよな、ケンジがその子に言ってました。その子は申し訳なさそうに下を向いてた。ものの5分ぐらいで、そのお母さんとその男の子が戻っていきました。その直後です。ちょうど送ってくれるのバスを見送って、ケンジその後、わーって泣きながら走ってきて、奥の方に走ってきました。どうしたんだろう？園長先生に聞きました。いやー、先生、夜回り先生、水谷先生、この施設の中でもいろいろな子どもがいます。さっき来た子はお母さんが病で子どもを育てれなくなってお預かりしてるけれども、こういう休みの時には
家に戻ってお母さんと二人暮らすことができる。でも賢治の場合には、もう子供の頃から父親や母親の虐待、今父親や母親がどこにいるかすらわからない。賢治は戻る家のない子なんです。だから精一杯、お友達に気遣わさないように楽しんでこいよ、お母さんといっぱい甘えてこいよって口では言ってたけども、自分はやっぱり悲しいんです。僕と赤井さんと上山くんと彼の部屋まで行きました。二段ベッドの上で暑いのに布団かぶってわーわー泣いてた。源氏、ほらサッカーやるよ、行こうよ、元気出せ、赤井くんが言ってくれました。ちっちゃな声でうんって言ってくれて、もうサッカーやり始めた頃はもう元気にわーわーやってました。その子が実は我々が二度漬け禁止の串カツを食べてる時に上山くん会長のそばにすぐ来て、会長お願いがあるって言ったんです。なんだいって言ったら、かっこいいよな、ああやって串カツあげてる人たちって、俺も職人になれるかなって言うんです。上山くんが、大丈夫だよ、お前な職人になりたいなら一応でもな、人生長いから高校まではここで出とけ、高校卒業したらうちに就職しよ、しろ、俺が世界一の串カツの職人にしてやるよ。賢治が嬉しそうに微笑んでました。実は今この賢治は二度漬け禁止のだるまのある店の店長をやってます。もう上山くんの右腕、非常に美味しい串カツをあげてます。またこのコロナが終わったら、ずっと僕は大阪行ってないんで、あいつの串カツ食べたいなと思ってます。実はこのように3万を超える子どもたちが日本の中で家もなく親もいなく苦しんで生活をしてます、生きてます。でも今の日本の法律の中では、原則として18歳または高校卒業するとその施設を出なくてはいけない。でも皆さん聞いてください、18歳あるいは高卒で、いいですか、10代でですよ、戻る家もない、守る親もいない、その子たちが施設を出されたらどうやって生きていけばいいんでしょうか。ぜひ皆さん、この子たちのことをまずは忘れないで、そしてこの子たちを手助けできる方法を僕と一緒に考えてくれませんか。こんな話もあります。やはり親から虐待されて神戸の施設に入っていた女の子、僕のところまで家出してきた、そんな話をしました。もう前にも話しましたね。この子は卒業後、僕の知り合いの中国地方の山の中の温泉に勤めた。でも本当はこの子のやりたかったことは違ったかもしれない。でも宿がついて寮があって、それで仕事ができると言ったら、僕が探せるのは温泉しかなかった。でもそこで頑張って頑張って働いて、そこに無農薬のおいしいおいしい野菜をおろしてた農家の青年と結婚して、今は子供もいて幸せに生活をしてます。皆さんが忘れないで、気づいていて、ちょっとした心配りがあったならば、その子たちは救われます。この世の中で一番罪なことは何か、マザーテレサが言ってます。それは無関心だ。ぜひこの国から忘れられた子供を作らないように、私に協力をしてください。皆さんの心にぜひ今日の話を刻んでください。